韓国の貿易赤字と外貨準備高、アジア通貨危機の時と同じような状況に今なりつつあるということなんですよね。韓国製品売れなくなっていると。先日ヒュンダイの EV がもう火の車になっていると。韓国の外貨準備240億ドル程度減少しているということです。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。昨日こういった動画を流しました。 99% の日本人が知らない宮古島の話ということで、昨日こちらの動画配信させていただいたんですけれども、宮古島とあの国の意外なつながりということで、動画の方で解説させていただいております。でそれで越境 3.0 チャンネルの宮古島ツアーというのを人数限定で募集開始いたしましたので、ぜひ関心のある方はご参加いただければと思います。12月の8、9、10の3日間となります。詳細は概要欄のリンクの方からどうぞよろしくお願いします。ということで本日のテーマは韓国の貿易赤字と外貨準備高ということでお伝えしていきたいと思います。韓国の貿易赤字、非常に深刻な状況が続いているということで、韓国の経済の主軸である輸出産業、これが崩れかけてくると韓国は非常に厳しい状態になってくる。新型コロナの影響とウクライナ侵攻の影響と、そういった世界情勢が重なって、エネルギー高、原材料高で、そしてさらにウォン安という、要はこの原材料仕入れが非常に高騰していて、韓国の輸出産業というのが低迷をしている。それに加えて一番のお得意さんである中国経済の低迷ということで、中国に物が売れなくなっているということで、微々たる金額で輸出は増加傾向にはあるんですけれども、それ以上に急激に伸びているのが原材料仕入れということで、まずはこちらのニュース。韓国の貿易収支、9月も赤字、25年ぶりに6ヶ月連続赤字ということで、9月末の貿易統計が発表されたんですよね。6ヶ月連続赤字だということで、韓国の産業通商資源部、これ日本でいうと経済産業省にあたるんですけれども、そこの発表によると、輸出は前年同期比 2.8% の574億6000万ドルだったが、輸入が 18.6% 増の612億3000万ドルとなり、赤字が続いた。貿易赤字が6ヶ月以上の連続となるのは、アジア通貨危機直前の1997年5月以来初めてだということで、アジア通貨危機の時と同じような状況に今なりつつあるということなんですよね。で、輸出は23ヶ月の連続の伸びをかろうじて保ったが、コロナが拡大した2020年10月、3.9% 減以降で最低の伸びだったと。だから輸出の伸びも非常にこの鈍化してきていると。で、輸出の伸びが6月 5.3% 増以来4ヶ月連続で一桁台にとどまっている。昨年11月の輸出が603億ドルだったことを考えると、輸出減への転落が秒読みに入ったとの見方が出ていると。で、輸出が低迷はしているんだけど、微々たる金額で伸びてはきていたんだけど、それが輸出が減るという状況に転落していくと、これが秒読み段階に入っているということなんですね。要は韓国製品売れなくなっていると。売れなくなっている上に原材料高、エネルギー高ということでコストをもう急激に圧迫している。韓国の輸出産業というのはほぼ全てが輸出加工貿易で、仕入れて加工して販売するという、そういった品目が多いんですけれども、韓国の輸出の15大主要品目のうち輸出が増加したのはいくつかあるんですよね。で、それが石油製品、自動車、自動車部品、二次電池、船舶の5品目にとどまったと。自動車、自動車部品というのは微々たるものではあるけれども増加してるんですね。先日ヒュンダイの EV がもう火の車になっていると。ヒュンダイの財務も火の車なのかもしれないけど、それ以上にもう自動車が本当に火の車になっていると、燃えているということをね、こちらの動画で配信したんですけども、EV の電池が発火して、車が燃えるという事故が相次いでいるんですよ。で、そのような状況があるからリコールが非常に増えて、自動車の販売はもう減少しているのかなと思ったんだけど、まだ粘り強く頑張っているんですね、ヒュンダイの自動車。販売は一応伸びていると。伸びているんだけれども、その増加額というのは微々たるもんであるということなんですけども、その5品目というのは一応伸びてはいるんですよ。で、それ以外の品目が輸出が急激に減少していると。鉄鋼がマイナス 21.1%、 コンピューターはマイナス 23.6%、 ディスプレイマイナス 10.9%、 石油化学製品マイナス 15.1%、家電製品マイナス 8.2%、 無線通信機器というのはこれスマホですね、マイナス 7%、 そして半導体がマイナス 5.7% と、産業通商資源部の発表です。これらの販売地域も増加している地域っていうのがあるんですよ。 ASEAN、 アメリカ、インド、そういった地域で韓国
製品の輸出というのは増えているんですけれども、まあ、それ以上に大きいのが中国と EU の大幅な減少。中国も EU も非常に経済低迷していますし、まあ、特に中国なんかは、まあ、先ほど言ったように韓国のもう一番のお得意さんなんで、まあ、そこに販売しているこの輸出額というのはもう膨大な金額になるんですけれども、まあ、韓国全体の輸出額の 20% 以上を占めているのが、まあ、中国なので、その中国での大幅な輸出減少というのが目立っていると。韓国の産業通商資源部によると、原油ガス石炭の輸入額が非常に膨大に膨れ上がっていると。これは前年同期比の2倍の額となっていることが貿易赤字の主因だと。それにさらに加えて、ドル高ウォン安という、そういった海外から何かを買ってくるときにこのウォン安というのが非常にこのコストを圧迫しているということで、輸入原材料の価格高騰、まあ、それがこういった韓国の貿易赤字を生み出しているわけなんですけども、まあ、この貿易赤字を抑えるために韓国ウォン安を歯止めをかけなければならなくて、韓国ウォン安に歯止めをかけるために韓国政府が乗り出しているのが、まあ、為替介入なんですけれども、為替介入というのはこのウォン安を抑えるために韓国通貨当局がドルを売って韓国ウォンを買うと、韓国ウォンを買い支えるという、まあ、そういったことが何度か行われているんですけれども、そのドルの売り越し額が過去最高になっていると。要は外貨準備のドルの減少高が最高になっていると。こちらのニュース、ウォン急落、韓国通貨当局4月6月期に過去最高の154億ドル売り越しと。こちら朝鮮日報10月3日のニュース記事。まあ皆さんご存知の通り、越境 3.0 チャンネルでも何度も解説しています通り、ウォン相場というのがものすごいもう大暴落していると。1ドル1400ウォンを超えてくると、その暴落っぷりっていうのはもう値下がり幅がもう非常に大きくなってくるということを、まあ韓国の金融アナリストたちはまあ懸念しているわけですけども、まあ、これはなぜかというと、まあ、ヘッジファンドなんかの投機資金がこの値動きの大きい韓国ウォンが儲かるチャンスだということで、そこにもう莫大な資金をこの投下して韓国ウォンの売買を始めるわけですよね。1400万を超えた段階でそういった背景も出てきて、この韓国ウォンがさらにこの急落を続けている。で、この韓国通貨当局が今年の第2四半期4月から6月期に外国為替市場で為替防衛のために過去最高額の154億9000万ドルを売り越していたことが分かったと。過去最大の売り越し規模となり、売り越しは通貨当局が為替防衛のために外貨準備高をそれだけ使ったことを示すと。まあ、韓国の外貨準備高はどれだけあるかというと、一応2022年の8月末現在で4364億ドル、日本円換算にして約61兆円という、まあ結構大きな金額があるんですけれども、これ世界第9位の外貨準備高となっていますね。外貨準備高は、まあ、これだけ膨大な金額あるんですけれども、その中の預金の部分179億ドルということで、まあ、いわゆる流動性のある資金、すぐにドルを売って韓国ウォンを買い支えるという、もうすぐに動かせる流動性のある資金というのが179億ドルしかないんですよね。これ外貨準備高の 4.1% の割合を占めているんですけれども、4月から6月期に過去最高の154億ドルを売り越したということは、これ預金だけではちょっと全然足りなくなっちゃうんで、有価証券を売却してそれを現金に変えて為替介入をやっているという、そういった段階に突入しているというわけですね。韓国の外貨準備、手元の預金だけでは為替介入する資金が足りないんですよ。で、足りないので有価証券を今売却しているという、そういう段階に入っていると。これ今年の第一四半期1月から3月期にも実際83億1100万ドルを売り越しているので、今年上半期6ヶ月間のトータルによると、外貨準備からのドル売りの規模というのは237億2000万ドルに達していると。2021年末と2022年の7月末がほぼこれ数字が合ってくるので、大体計算が合っていますね。韓国の外貨準備240億ドル程度減少しているということです。で、これその後の7、8、9月第3四半期、これがまたさらに非常に厳しい状況になってるわけですよ。この7、8、9の3ヶ月の第3四半期の外貨準備高の内訳っていうのは、またさらに3ヶ月後の12月末に公開されるということなので、12月末にならないとこの外貨準備高がさらにどれだけ減少したかというのがわからないんですけれども、まあ一応市場の予測によると、第1四半期第2四半期以上に第3四半期はさらにウォン相場が一段とウォン安になっているために、為替介入額はさらに膨らんでいるだろうと推測されていると。もう要は韓国お金がなくなっちゃった、あとは外貨準備の有価証券をどんどん売却して現金化していく必要があるという状況が第3四半期、多分第4四半期まで続くと思うんですけれども、でまあさらに来年
年はさらに韓国経済悪化されるということなので、これ外貨準備が底をつくというのも来年あたり考えられるんではないでしょうかね。有価証券を価格の高いうちに早めに手放して現金化して、でそれで外貨準備の備えをしておくということが必要になってくるんではないかなと思います。まあ、韓国経済に関するお話、いろいろと過去にも動画配信していますので、こちらの再生リスト、朝鮮半島情勢の方からぜひ過去の動画もご覧いただけたらと思います。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go!世界とつながりたいあなた、待ってます。